ケーティ・レデッキーはアメリカ合衆国の競泳選手。自由型の選手としてロンドン五輪、リオデジャネイロ五輪に出場し、合計5個の金メダルを獲得し、世界水泳選手権において女子では歴代最多の14個の金メダルを獲得し、オリンピックと世界選手権で合わせて計19個の金メダルを獲得した。ワシントン DC 出身、6歳から水泳を始める。 2012年6月の米国代表選考会で優勝し、アメリカ最年少の五輪代表となる。初めてのオリンピック出場となった2012年ロンドン。五輪では800メートル自由形に出場し、8分14秒63のタイムで金メダルを獲得。15歳で金メダリストになった。2013年世界水泳選手権では800メートル。 自由型と1500メートル自由型で世界新記録を出すなど自由型で3個の金メダルを獲得した。2015年世界水泳選手権では自由型の200メートル、400メートル、800メートル、1500メートルを制し競泳史上初の自由型4冠を達成。かつ800メートル、1500メートルで世界新記録、400メートルで 大会新記録を樹立。リオデジャネイロオリンピックでは200メートル、400メートル、800メートル、自由お及び4200メートル、フリーリレーで、金メダル、400メートル、フリーリレーで、銀メダルを獲得した。特に800メートル自由型では、予選から五輪新となる8分12秒86を記録すると、決勝では2位に11秒以上の大差をつける8分04。 秒79を記録し、自身の持つ世界記録を更新した。2017年世界水泳選手権では4 0 0ル8 0 0ル1 5 0 0ル自由型及び400メート4 0 0ル4 2 0 0ルフリーリレーの5種目で金メダルを獲得し、世界選手権における通算金、メダル数は女子歴代最多を更新する14個となった。 また200メートル自由型でも銀メダルを獲得した。2019年世界水泳選手権では3種目4、連覇がかかっていた。その一つである400メートル自由型では、オーストラリアの新生アリアンティットマスに敗れ2位だった。まだ連覇の可能性があった1500メートル自由型と800メートル自由型のうち1500メートル自由型を棄権。 望みをかけて出場した800メートル自由型では、ラスト50メートルで後続を突き放す渾身の泳ぎで、史上5人目の4連覇を達成した。東京オリンピックは、自身3度目のオリンピック出場だった。今大会から実施された、女子1500メートル自由型の初代王者となり、800メートル自由型でも、競泳女子史上3人目の3連覇を達成し、800メートル フリーリレーでは、決勝のアンカーとして、アメリカの銀メダル獲得に貢献した。400メートル自由型では、オーストラリアのアリアン・ティットマスと接戦を演じたが、破れ銀メダルだった。200メートル自由型は5位入賞した。2016年8月24日、ワシントン・ナショナルズの本拠地、ナショナルズ・パークで開催されたナショナルズ対、ボルチモア・オリオールズの試合前の始球式を務めた。 ありがとうございます。